ねえ、みんな白すぎん？今日みんなを呼び出したのは他でもねえんで、1週間企画ですよ。俺の着ぐるみ生活で止まっちゃってるでしょ。だから次は俺の1週間企画を決めてこいと。うわ待って、お前は怖いって。はい、もう早速いっちゃいます、企画名。はい、ね、1週間バッティングセンター生活。まだ終わりません。1週間バッセンに通って150キロの球打てなかったら罰ゲームです。できんの？余裕だよ。野球部舐めてる。150とか打てんの？当てることはできません。当てる。ちょろいっしょ、普通に。お前誰だ？お前は誰だ？くどめ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 ？なんで俺が突っ込まれるんだよ。150キロ打てるまでバッティングセンターってことですね。そういうことよ。僕らできるんで、必然的にこの人。そういうことだよね。やれお前が。いいよ、やる。だって150でしょ。ピンポンでしょ。お前は野球を舐めてんのか。なんでこんな自信あんの。だって球を打つでしょ。君らさ、野球知ってる。野球ってどんなんの。野球ってただあれでしょ、球をが来たやつを木で打つやつでしょ。あ、え、福留さんすか。福留です。福留さんじゃないの。あ、150キロじゃ余裕なんです。余裕。じゃあ京平、お前がやれ。やる。よし。おお、新しいパターン。で、あの練習が140キロしかないんで、近所はね。だから150を打つのは本番だけとなる。うわ、別によくない。あと130鳴らしてさ、鳴らしてポンポンって150来てポンって。うわっ、すごい。罰ゲームは京平チーズ嫌いやん。お寿司にちょっと入ってるだけで敏感な感じで。ほんま入ってた。じゃあ1週間チーズ生活な。お前、うわ、いいよ別に打てるから。え、だってお前チーズと雑草あったらどっち食べる。雑草食う。来たね。うん、来たね。バッセン、うん、1日目今日何キロ打つんですか。一番遅い85で打たなかったけど、85、一番遅い。気持ちある。150キロ。余裕だろ。あれ、うおぉ、85キロ。少年野球だろ。うわぁ、ホームラン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 。センター前、センター前、センター前。あ、これで、すみません、1日で終了です。あ、いいよ。いいよじゃねえよ。帰ろ早く、寝にし、寝よ早く。うっせえよ。今日はどうする。お前が2つ。え、急に。うん、急に行く。待って、もう分かったの、簡単で野球が、これで。おい、なんでバントしてんの。1日1回の練習。え、それ左だよね。今日はね、グッズ持ってきた。グローブ。おー、プロ野球選手の。そうそうそう、難波くんからいただいたこの、ね、お前それ走塁用だよ。どうですか、このスピード。速っ、速っ。あれ当たってないっすよ。速い。ふぅー、前飛んでないっすよ。おっ、おっ、あれ打ててるね。うるせえな。ホームラン、ホームラン、打った、ホームラン。今ね、あのキャッチャーフライですね。あ、キャッチャーフライ、キャッチャーフライですね。ボールを無駄にすな。何ですか。何それ。真似が一番じゃない。だから野球説明した。オンリーワンの被り方で大丈夫。あ、ヘルメットでしょ。オンリーワンの被り方。これはちょっとおしゃれを意識して。ちゃんと被って。で、まあソックスインね、これね。ああ、なるほど。よくやってんじゃん、野球選手。ソックスインって言わないけど。で、このこれね。これ上げすぎちゃう。ナンバ君のバッテ。ちゃんと持ってきた。持ってきたよ、もう。お前ボール無駄にすなって。よろしくお願いします。あーすごい。お願いします。あ、いいよ礼儀が。お願いします。打てや。あ、いいよルーティンね。ルーティンすごいな。打てや。あれ振り遅れてるよ松田か。お前あらららちょっと調子悪いよ。何それ。終わりました。今日はファールの練習かな。お前なんかポジになった。俺がお前にバッティングセンターの真髄っていうのを。どこにアクセントつけてんの。プロ野球選手ってさ、木製バットじゃん。ああ、俺もそれ見習って木製バット。まあ軟式ですけどねこれね。うん、右打席に飽きた。ああ、そう、飽きたわ。飽きた。やりで今日は木製でカッティングしよう。ああ、いっちゃカッティングする。これも木製だ。あ、これはなんだ、これ足かな。違うわ。あ、違う違う。リストバンドね。あ、リスト、あ、リスト。よろしくお願いします。うわ、
声でかいわ。え、逆や。あー、こっち。こいつね、いつもね、球無駄遣いする。限られた二十何球を超棒に振るから。あー、振ってや。すごい、目を振って。全然振れてないよ。やー、おぉ、おぉ、おぉ、意外とセンスがあるのか。構えは一番だよ。ここね、あの構え。おぉ、おぉ、見たことない構え。腹立つ。腹立つの当たってんだよな、でも。なんか気持ち悪かったっす。あ、やっぱ低重心が大事じゃない。重心を落として、重心を持っていく。いやでもね、マジで理にかなってる。だから俺が見込んだだけの。殴っていいの？格好がやばい。気持ち悪い。全身こねよこれ。ピッチングする。え？野球ってやっぱり打つだけじゃないよ。投げるのも野球、守るのも野球。じゃあ投げましょうとか。なんで髪食ってんじゃん。お前は打たないとダメなわけじゃん。いや、もういい。もういい。もう。いやー。レイさん。これで。あ、これ来るやん。なんでずっと左手に持ってんだボールを。あー、ダメ。なんでここで素振りしてんの。素振りすればいいじゃん。分かってないよお前。かの有名なね、王貞治さんいるじゃん。畳の部屋で練習してたって。てめえが王貞治だ。罰ゲーム用のバットじゃねえか。違う、足上げます。はい。なんで王さんみたいな相方してんの。一歩足だもん。その時に右足に重心を持っていくこと。右足高校通算24本のオーラブットに出てくれてもらう。カーウェイの鈴木誠也さん、それと松井由紀さんが打ってます。足上げて前に、その時ここは前に行かないこと。残したまんま、そのまま歩く。そうグリップが出て最初に、そうで、ここで、ここが一番大事。ボールとバットが当たる、こっちのインパクト、そこが一番重要。そう、おい、飽きた。おい、飽きた。ふざけんな、やめな。6日目でさ、こんなこと言うのもあれだけどさ、こんな準備いらんくない。昨日ね、教わったんよ、夜ナイキ。それを今日固めようかなと。なるほど。そう、フォーム固めてるんだよ。ね、おお、綺麗なフォームなってる。確かに、なんかそれっぽさが出てる。下半身、何か打て。おお、一回バント入れてみよう。お、来た来た来た、いけそう。またな、ありがとう。おお、立ち越し、アドバイスをしてやって。お願いします。正直初めて見たけど、俺素人なんだけど、野球。いやでも明日に向けてのコンディションは万全かなと。どんぐらい自信ある。何パーセント。 100%。 さあ、運命の7日目ということで。セミやったら死んでる、お前。いや、いいんだよ、セミやんなくて。よっしゃ、やっていこうか。あれ、今日は来てないの。だってだって、なにヒット性が出なかったらアウト。150です。はい、150ですよ。からの結局、福留め会。うわ、はよ、こわ、やばい、やばい、やばい。うわ、おお、おお、君の練習思い出すの。お前、おお、うわー、おお、どう、あ、やばい。おお、おお、時間どころだ。いいよ、いいよ、いいよ。あ、終了ということで、結果なんでそんなに俺に任せるんだよ。ヒット打てなかったので、京平さん1週間チーズ生活開始。でも、もうよく100グラム当てた。いや、当てたよ。それはすごいよ。当てたから、優しめにしてあげよう。1日1食だけチーズを1週間。いや、1食でもきちんちん。バカいて。早かったでしょ。めちゃめちゃ早かった。びっくりした。やばいっす。野球舐めすぎた。スタンスやばかった、俺。はい、ということで、京平すごいなと、頑張ったなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。次回の1週間企画でお会いしましょう。バイビー。バイビー。バイビー。まあ次の企画は君が1週間決めれるからいいんじゃない。あ、そうだ、やった。ぶち殺しよ俺は。好きになって信じたってどうせ恋